あ、いいな、電源シャッターしまう。誰も気がつかずに日常が流れていく。それが GR だと思います。スペック表には載せることができない魅力が GR には詰まっていると感じているからです。このカメラでは撮れない写真もあるんですけれども、このカメラでしか撮れない写真もある。そんな魅力的なカメラだと思います。はい、こんばんは。今回はリコーの GR3 をレビューしていきたいと思います。どっちが GR3 か分かりますかね。こちらは GR デジタル2ですね。発売が2007年の11月なので、もう10年以上前のカメラになります。で、こちらが最新の GR3、 2019年発売ですね。もう10年以上経ってるんですが、ほとんどデザインは変わりません。大きく違うのはセンサーサイズぐらいですね。使い勝手とかもほとんど変わってません。GR デジタル2はもう10年以上前に購入し、旅のお供として十分活躍してくれました。その後なんですけれども、ニコンのクールピクス A に変更しました。で、この度もう一度リコーに戻ってきた次第です。 GR3 は今年の夏購入しまして、約半年ほどがっつり使いましたので、使用感も含めて話していきたいと思います。まず私は換算 28mm のコンパクトカメラに目がありません。先ほどお話ししたクールピクス A も 28mm ですね。換算こちらももちろん 28mm、 GR は全て 28mm 換算です。理由は簡単で、旅するカメラとして最強であるからです。私は旅行など行くときですね、特に200以上の旅行のときには、ほぼこれ1台 28mm 換算のコンパクトカメラのみで出かけますね。レンズ交換式カメラはほぼほぼ持っていきません。まあ日帰りとかね、1泊2日程度で撮影する場所が決められている場合は持っていくこともあるんですけれども、あまり目的のない旅行の場合はこれ1個です。理由は簡単で、写真を撮ることに必死になって旅行を楽しめないからですね。多分ですけれども、GR デジタル2ですね、こいつの前のカメラは今まで所有してきたカメラで一番シャッター回数が多いと思います。もう2回か3回修理に出しましたからね。では GR3 の使用感についてお話ししようと思います。まず見た目はこんな感じですね。ザ・カメラといったイメージです。どれだけ世代を経ても、まあ、フィルムカメラ時代からですね、ほぼデザインが変わらないのは素晴らしい。オプションパーツとしてレンズのリングですね、それとこのシューの部分はドレスアップしています。こういう渋いアクセサリーがあるのも面白いですよね。逆にコンバージョンレンズなど荷物が増えるようなアクセサリーは一つも持っていません。もうこのカメラはこいつ一つで持っていくと決めているからです。電源を入れてから写真が写せるようになるまでの時間は非常に早いので、パッと撮ってパッと移動ってのはすぐできますね。こういうところはストレスがたまらなくて非常に好きな点ですね。どうしても旅行先とかですと同乗されている方やその他の方をお待たせするわけにはいかないので、素早さが求められるというわけですね。この辺りのボタン配置はあまり変わりはないんですけれども、まあ動画ボタンっていうのがここにあるんでね、その辺が少し変わったかな。 GR3 で動画を撮る人がどんだけいるかわかんないんですけれども、私が実際に GR デジタルで動画を撮った時には8分ぐらい撮ったあたりでオーバーヒートして止まってしまいました。やっぱり動画にはちょっと向かないですかね。ピークデザインの紐をこのように通してるんですけども、穴が狭すぎてものすごく入れるのが大変でした。テグスを使って無理やり通したんですけど、もう取れないかもしれないです。では起動をちょっと見てみましょうか。はい、このようにめちゃくちゃ早いです。右上のランプがついた時点で電源を入れてるんですけども、ほんとめちゃくちゃ早くてびっくりします。しかもレンズの繰り出し音がほぼほぼないぐらいの大きさで、周りに迷惑をかけることもありません。スリープ状態から復帰が早いカメラっていうのは多いんですけれども、
電源のね直接入れからここまで早いのは私の持ってるカメラではないですね。まあね、あといろいろなね機能が追加されていて本当に盛りだくさんに GR シリーズもなってきたんですけれども、そんなものはね他のカメラでもほぼ一緒なんでどうでもいいんですよ。はっきり言えば私的にはこのカメラの存在意義はスナップモードとこのコンパクトさから似つかわしくない画質、そして操作性ですね。スナップモードとはシャッターボタンを一気に押し込むことによってあらかじめ指定しておいた位置にピントを持ってきて撮影するモードですね。例えば3メートルだったかな、まあ、私の場合は5メートルが多いんですけど5メートルを指定しておけば電源を入れてすぐにシャッターボタンを押し込めばピント5メートルの位置で写真が撮れます。私の場合はフラフラっと歩いてて、あ、今だと思った時にシャッターを切りたい場合が時々あります。特にね、どこかお出かけした時には右手に GR デジタルを持って、あ、ここだと思った瞬間に電源を入れてシャッターボタンを押し込み、5メートルに設定してあるのを体が覚えているのでだいたい5メートルの位置に移動してから電源を入れますので撮って移動約2秒ほどで完了できます。そしてその撮った画質も素晴らしい。この小ささで本当よく撮れるなと思いますよね。そして操作性能ですよね。グリップも含めてだと思うんですけれども非常に手に馴染みます。ボタン配置もよく考えられてまして、まあ、シリーズのね GR シリーズを使っている方なら何の違和感もなくどのシリーズも使えますね。私も GR シリーズ結構ブランクあったんですけれども、もう手にした瞬間から何の違和感もなく使用することができました。まあ、ここからは作例も見つつレビューを続けたいと思います。こういった写真はね先ほども言ったようにスナップモードで撮影しています。ふらふらっと歩いていて宝くじ売り場があれなんだ変わったところにあるなと思ったのでおばあさんが通るタイミングですかさずシャッターを切りました。こういったね日常を切り取るっていうのはものすごく得意なカメラですよね。 あとレンズキャップがないっていうのもこのカメラのいいところですよね。外す手間がないのでそれだけでも早くシャッターを切ることができます。じゃあ毎回キャップ取って歩いてればいいじゃないかっていう話でもないんですよ。この写真も多分スナップモードですね。何でもない風景が後で見返すとあれ結構この写真いいなと思うことがよくあります。その時はね何とも思ってなくてもシャッターを切るというのは大事ですね。そういった時はこういった小さいカメラがすごくいいです。一眼レフカメラや一眼ミラーレスなどを取り出して撮るような場面ではないんですよね。正直言うとかといって携帯を取り出して撮るのもなんだかなって時に GR はものすごく活躍してくれます。この写真はおそらく道を渡ろうとした時ですかね。そんな時見つけた栄養ドリンクと飲みかけのコーヒーが放置されている場面、通学路の看板と相まってなんだかミスマッチな感じでシャッターを切りました。まあとってことない本当写真なんですけど時々こういうので後から見返してああこれいいなと思うのが本当あるんですよね。まず写真を撮る、いいか悪いかは二の次と思わせてくれるカメラだと思います。案外ねミラーレスカメラとかだと絵になるかなならないかななんて考えちゃったりしてね、結局シャッターチャンスを逃してしまったり撮らなかったりすることが私の場合は多いんですよね。しかし GR などのカメラだとなんだかやっぱり撮っとこうかなと思う場面が多いんです。携帯とかだとね起動がいちいちめんどくさいんでね。この写真も通りすがりだったかな、ウォークマンって書いてるところに男の人が通ったので撮りました。ただそれだけですけど、後からモノクロに仕上げてみて結構いいなと思ったり、夕方の築地ですね、サラリーマンの方が寿司三昧を見ながら携帯で検索してました。こういった薄暗い場面ではオートフォーカスが迷うことが結構ありますのでスナップモードで撮ってます。ただシャッターボタンを押し込むことになりますのでブレには気をつけた方がいいですね。手ブレ補正が今回からつきましたのでそういった点では助かってます。もうこういうねいかにもシャッターチャンスがありそうな場所では
必ず右手に GR を持ってます。なんといってもね、ほぼ携帯並みの大きさなんで何の邪魔にもならないんですよね。しかも小さいカメラなんで誰にも警戒されることはありません。よくね、でかいカメラ持ってると優しい人が多いので私を避けてくれたりするんですよね。でも私はあなたの後ろ姿を入れて撮りたいのですという場面があります。 GR の場合は自然とドカドカっと入っていってくれるので何ともないんですよね。そのあたりはとりあえずこれぞスナップといった場面。信号待ちの時間ってのは思ったより短いです。あ、いいなと思ってからカバンの中のカメラを取り出してキャップを外して電源を入れてピントを合わせてシャッターを押す。では間に合わないんですよね。あ、いいな、電源シャッターしまう。誰も気がつかずに日常が流れていく。それが GR だと思います。 GR さんはマクロもね強いんでね、こういった食べたものを撮影するのにも非常に役に立ってくれます。メシテロもバッチリです。よくモノクロの表現が良いとも言われますけれども、私はそこまで良いと感じたことはなく、まあ普通だと思ってます。スナップ撮影で使われる場面が多いカメラですので自然とモノクロが良いと評価されているのかなと感じてますけれども、皆さんはどうですかね。換算 28mm というのは携帯がほぼほぼ換算 28mm の機種が多いのでどうしてもね携帯と比べられる場面が多いんですけれども、やはり携帯とは全然違う写真が撮れると思ってます。どうしてもね携帯で撮った写真は記録感が拭えないんですよね。 GR で撮った場合にはあという気持ちが違っていますね。まあ精神論になっちゃうんですけどね。私の場合はモードはほぼほぼ P モードっていうんですかねでしか撮りませんね。露出優先モードやシャッタースピード優先モードなどももちろんあるんですけれども、一番の目的はスムーズに撮影しスムーズに終わることなので P モードで全てカメラ任せといったことが多いです。この時は多分船内を散歩しているだけなんですけれども、こういった時にねでかいカメラ持ち歩くのはね正直しんどいんですよ。 GR デジタルぐらいが適当です。しかもねシャッターチャンスはいつ来るかわからない。まあこの写真がシャッターチャンスかどうかは別ですけどね。またこういった撮影場所でも手軽に GR は撮影することができるかなと思ってます。なかなかねこういう場面にカメラを持って入るのは勇気がいるんですけれども、 GR だと抵抗もなく入ってパシャッと撮って帰ってくることができます。もう一回メシテロ映像。マクロ機能がかなり優秀ですのでこういった撮影には最も向いたカメラじゃないかなと思います。注意点は逆光で撮ることと、まあ逆光と関連してますがカメラの影が映らないようにすることですかね。この日は確か真夏の35度ぐらいあった日だったんですけれども、こんな日にリュックを背負ってカメラを持って歩くのは地獄です。手荷物と GR それだけで十分です。まあ、注意点といたしましては、 GR だけしかデジカメを持っていないといったことは少し避けたいかなとは思いますね。何のかんの言って GR だけでは撮れない写真もあることは確かです。何かのカメラと GR それがベストミックスかなと思います。まだ一度も触ったこともないような方はぜひぜひ手に取ってほしいかなと私は思います。スペック表には載せることができない魅力が GR には詰まっていると感じているからです。なんなら 2,3 日レンタルしてもらいたいぐらいですね。私の GR の評価としては最強の旅行カメラ、それが私の中では GR です。まあ私はぶっちゃけ望遠側あまり使わないっていうのもあるんですけどね。このカメラでは撮れない写真もあるんですけれども、このカメラでしか撮れない写真もある、そんな魅力的なカメラだと思います。
このチャンネルではカメラに関するいろいろな話題をどんどんしていこうと思ってます。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。またコメント、いいねボタンもどうかどうかよろしくお願いいたします。